ちごソフト。こんなものがあるとは、最近の牧場は侮れませんね。この甘さと爽やかさ、乳製品のまろやかさが酸味を程よく包んで、つまりその一言で言うと美味しい。ライブの後にいちごソフトを用意してくれてるなんてありぐ。いえ、まだ何を企んでいるか分かりません。こういう言葉を知っていますか？鉄は熱いうちに打て。冷めてしまったらすぐに固くなってもう加工できません。つまりアイスは溶けないうちに食べろということです。溶けてしまったらもったいないですから。さあ早く。これは感謝の印です。もっと言うなら、プロデューサーさんが私の鉄の心を溶かしたということです。加工するチャンスは一瞬だけですから。たくさんの経験を積ませてもらってこのホールにたどり着きました。ただちょっと人が多くて声援が大きくて一面が眩しいだけなのに、こんなに涙が止まらないのはなぜ？泣いてません。まだ泣いてないってことにしてくれませんか、プロデューサーさん。最後までやりきらないといけないから。実は私、プロデューサーさんのことそんなに信じてませんでした。芸能界って当てにならない人も多いそうですから。でも私、今は一番信頼しています。うまく子供扱いしたり大人扱いしたりしてここまで連れてきてくれたから。それから最後に、私本音なんて勇気ありませんでした。でも胸がいっぱいで隠せなくて。本当の感動って怖いですね。以上です。え、もう帰るんですか？でもまだラバに乗ってないですよね。ロケバスが出る時間？仕方ないですね。じゃあラバは次回に。いちごソフト本当に美味しかったです。プロデューサーさんがあの手この手で私を連れ出しただけのことはありますね。とはいえ美味しすぎて泣いたりはしませんよ。私泣かない子なんです。昔からそうでした。いじめっ子と対立した時も逆に言いまかして泣かせてしまいましたし、誰も私を泣かせることはできません。ただたった一つの例外は音楽ですね。親にミュージカルへ連れて行ってもらった時は感動のあまり泣いてしまいました。感動の涙。でもきっともっと大きな感動がアイドルをする先にある気がするんです。私の知らない涙がこぼれ落ちてしまう場所。
かしたら私そういう場所に行きたいのかもしれません。本当に大切なのは言葉とか論理とかそんなものじゃないって教えてくれる場所。